初詣で晴れ着の美人を探すとか、いっぱいあるでしょ、そんなの。晴れ着の美人の人とか。初詣って晴れ着着るけど、男性の方ってスーツっているのかね。正月どうだろうね。一人だからね。スナックいらっしゃい。一人なので何とも言えないよな。基本的に。正月でしょ。何もできないもんな、基本的には。危ないお兄さんっぽい。そんなことないでしょ。なかなか似合ってるでしょ。似合ってる？ダルベいらっしゃい。結構似合ってると思うよ。初詣配信とか神社が NG ってわけじゃないね。人を映したりとかするの、外部を映す人間がダメだから、内カメしかできない。神社が配信 NG ってことはないけど。内カメでやれば平気。アウトカメラをあんま使うのは人ゴミがあるところではあんまり、好ましくないんじゃない？ただ単に。まあ、そんだけでしょ。そうだな。まあ、ちょっといろいろとやりたいことあるのでね、来年はちょっと忙しくなるかなと。まあ、だいぶね、安定してきたので、いろいろと落ち着いてきてはいるので、はい。まあ、いろいろね、自分の問題はもう自分の問題あるんですけど、まあ、落ち着いてきてはいるので、まあ、その点ね、あんまり慌てずにやっていこうかなと。こんな感じですよ。頭の方だからプーさんよ。見づらい？プーさん。もうちょっと上にするか。プーさん。かわいいしよ。これぐらいでカメラアップするか。こんなもんで。こんなもんいいか。ちょっと分かりやすいかな、これで。はい。いい感じ？そうそう、プーさんね、ここにありって感じです。プーさん、パイセンのトレンドマーク、まあ、オレンジに近いしね。安いらっしゃい。育毛剤プーさん入ったから、ついに、あれわけないだろ。育毛剤使ってないわ、だって。優しい印象。あ、なるほどな。イメージ的にね。それはいいかもな、でもな。ケイいらっしゃい。茶髪、これ赤なんだけどな、髪は一応。国会議員も優しく感じるか。あ、割れ目いらっしゃい。で、今回ね、27日から僕イベント参加するんですけど、5日後。イベントね、協力してください。ぜひ、無料アイテム、ポンポンとね、アイテムで、はい、最後のイベントなので、とりあえず今年ね、最後のイベントなので、協力していただければ。はい。有料アイテムの場合は、なんか、応援花火っていうのがあるので、そちらの方で応援していただくと、15% の確率で10倍が出るので、できればね、最後協力してください。はい。他の配信者さんとかリスナーも協力してくれるってことなので、はい。ポンポンをね、ぜひね、無料アイテム、はい、どんどんください。熊は人間の味を覚えるとやっぱ言うよね、よくね。でも、蜂蜜が大好きだわね、うちのプーさんは。まあ、うちのだけじゃないけど。まあ、楽しい配信をどんどん見せてきますよ。はい。でね、ねえ、リスナーさんでさ、トーク好きなやつとかいる？トークが好きな人とか。僕好き？なんか関東の人間とかでいないかな？ちょっとね、割と、ちょっとね、リスナーさんとお酒を軽く飲みながら、リスナーさんと商談会みたいなのをやりたいなと思ってて、新年早々、やりたいと思ってて、リスナー目線で、まあ、いろんな配信者を見たりとか、僕の放送を見たりとかして、意見がある人って多分いると思うんで、いろいろ言いたいこと。それを顔出ししないで、まあ、やろうかなと。まあ、僕の方は顔出すけど、スケルトンいらっしゃい。東京遠い、熊本は遠いな、買っていらっしゃい。まあ、そういうのちょっとやろうかなと思ってて。まあ、あとはあれだよな、LINE 通話だよね、LINE 通話。LINE 通話とかで、まあ、みんなの思ってることをちょっと言うっていうのも、まあ、面白いと思うんでね。LINE 通話。遠くの人も参加できるから、そこで、自分の最近の優雅の配信についてとか、まあ、そういうことについてね、ちょっと話すのも、はい。凸待ちでやるっていうのも、例えば、茶とか遠いね、遠い人間が、凸待ちができるような状況、企画配信として、まあ、それが一番楽でしょう。まあ、現実来れない人が多かったりとかするので、カエルいらっしゃい。カッチンもいらっしゃい。あ、そんでこれ聞かれたんだ。ちょっとアンケート取ります。今現在ブロックしてる人間いるんですけど、ブロックしてる人間。これをね、全解除するかしないかっていうのを、ちょっと聞いてくれっていうふうに言われたので、アンケートね。はい。ブロック、解除、あ、違う。年末か。年末、御社、ブロック解除をした方がいい。しなくていい。これでアンケートね、取ってくれってことなので、ちょっとアンケート取ります。年末御社ね。年末御社、アンケート。年末御社ブロック解除。もう年末なんで、はい。一回今年のね、汚れをまあ、皆さん反省したりとか、ブロックされた人間たちの御社をした方がいいのか、しない方がいいのかっていうのをアンケートをね、お答えいただいて、まあ509人いるので、まあ400人ぐらい答えていただければ、はい。いや、一回、とりあえずこれアンケートで決めます。はい。年末なので、一応ね、今年は、まあ今年で、まあいろいろあったと思うんですけど、ブロック解除し、で、まあどうするのかっていうのを決めながら、はい。そうですね。年末なので、今年の2019年、19年にして、2020年はね、アンケート答えてお願いします。今534人いるんでね、他の、116人。はい。まあ、これは皆さんの方で決めていただいて、はい、アンケートね、お待ちしておりますんで。あ、猫トラもいらっしゃい。あ、皆さんの一人一人のアンケートなので。はい。ナイスの方もね、よろしくお願いします。ナイスね、なんとか200超えていきたいので、平均220、250ぐらい、アンケートと同時にね、ナイスを、ありがとうございます。もうすぐ200いくんでね、できれば今日は200いきたいので。北さん、勘太郎いらっしゃい。まあ、僕の配信もちょっと安定期に入ってきてるので、エマいらっしゃい。いい感じだね、アンケートね。アンケート答えた？じゃあアンケートこれ発表する？ 200 は行こうか、200は。500人いるんで250は超えたよな。250は。250超えればアンケート開封するか、半分。アンケート、250いればアンケート発表できるだろう。どうなるだろうね。回答済み、ナイスも完了、あれだす。いや、早く答えろ。なら皆さんね、答えていただきて。クーいらっしゃい。まあ、250人、270人ぐらいアンケート答えたら、とりあえず発表します。半分ね。閲覧数の半分で回答していただければ、全員はさすがに回答無理だと思うので、車運転中の方もいるんでね、できないとは思うんですけど、ちょっとね、安全な場所に移動して、まあ、アンケートに答えていただくとありがたいです。あ、ミートレイいらっしゃい。どうかね、年末御社。年末御社にするのか、新年御社にするのか。まあ、御社なしでいいのかっていう答えだな。まあ、通常に、だいぶアンケート揃ってきてね。福縁御社は福縁っていうな。福縁御社がよくわかる。増えてきてね。いいね。回答数増えてきてるんでね。あと50人ぐらいかな。まあ、アンケートがいい感じに増えてきたので。そうね、アンケート待ちか、とりあえずは。そうだな。まあでも、いろいろとすっきりしたかな。僕の中ではいろいろとすっきりしたこともあるし、座談会もね、追加座談会は本当面白いなと思って。いいねもね、どんどんお願いします。ないっすか？結果気になる？もうちょっとだな、もうちょっと。もうちょっとですね。まあ、米部 NG の方もいるんでね、米部 NG の方もいるので、まあ、米部 NG の方はちょっと解除してもいいのかなとは思うけど、多分今コメントしてる人だと米部 NG いないのか。皆さん、コメントしてない人ね、一回コメントしてみてください。コメント。一度ね、コメントしてない方、ああでもいいの、いいでもいいのね、ノーでもいいので、コメントしてみてください。ちょっとどれぐらいね、コメント人数がいるのか、ちょっと確認してみたいので。ね、飲むってる方、ノーでもいいんでね。はい。現在、まあ、最初からね、ビートルさんありがとうございます。あ、カッパちゃんもね、信長もありがとうございます。はい。結構いるな。いやいや、お前らはいるけど、HF さん、ありがとうございます。はい。あ、ケイコちゃんもありがとうございます。イブ、チワワコもありがとうね。はい。あ、高木さんもありがとうございます。こうやってね、まあ、こういう人間たち、北の大地もありがとう。ダカンドもありがとうね。まあ、こういう人間たちいるので、まあ、こういう人間たちどんどんね、まあ、挨拶だけでもいいのでしてください。ミルキー、あ、ゆうきもありがとう。ニーナさんもあなたね。はい。のでもいいのでね、挨拶してくれると。ぽいぽいぴー、あれあれもあれと。ニーナもあれとね。そうそう。まあ、こういうふうに、まあ、初見だったりとか、まだ今日挨拶してない人間が、まあ、コメントを打てる環境っていうのを作っていきたいんでね、はるはる大福でした。挨拶だけでもいいので、まあ、していただくと。じゃあ、アンケートの方ね、230を超えたので、アンケート開封しますか。あちゃ太郎いらっしゃい。アンケートの方ね、じゃあ開封ちょっとします。いや待ってな。よいしょと。アンケート233を超えたんで、アンケート回答、結果発表です。はい、アンケート締め切ります。おー、もう僅差だな。した方がいい 50.8、しなくていい 49.2。238だからね、これ。見事割れたね、見事に。まあ、100件以上どっちも入ってるってことだから。はい。ってことで、とりあえずね、僅差ですけど、御社を行いますんで。はい。御社を行います。僅差ですけど、した方がいいが、50.8%。はい。なんで、とりあえずね、御社、しますので、はい。この枠終わり次第ね、御社します。はい。で、まあ、どうしてもね、御社できない人間もいるので、御社できないアンチの方っているので、まあ、基本的には御社する。まあ、今してもいいんだよな、別にな、御社ね。じゃあ、していきますか、御社。全員。そうそう、またブロックすればいいだけの話なので、そうそうそう。じゃあ、待って、ブロックじゃあ解除していきます。ちょっと待ってね。まあ、かなりいるんだよ、実は。なんで、アンチコメントって、まあ、打ちたがるんだろうな。ごまつっていらっしゃい。これでまた気違いか。まあ、どうだろうね。まあ、とりあえず、みんなとりあえず、まあ、生駒ちゃんとかもそうだけど、まあ、ブロック解除なので、まあ、普通に放送。楽しんでくれればいいんだけどね。なんで楽しめないんだろうな。結構いるんだよ。